ですがこの館、噂によると一度入った者は誰一人として戻ってきてないそうです。おそらくこの館に住み着いた怨霊に殺されたんじゃないかと。出たー、ホラーハウスお決まりの設定。どう考えても出任せです。本当にいいか、略。あ、信じてませんね。そんな話聞いて信じるやつおる？ところがドスコイ、証人として今日は特別にゲストを呼んでおります。は？実際にこの館に潜入したという方をお招きしました。いや、ダメじゃん、戻ってこれないって設定なんだから。それではどうぞ。いや、どうもどうも。なんか出た。こちら、実際に館に潜入しあえなく怨霊に殺された元盗賊のアンナさんです。はい、拍手。もうやめてよ、カーラちゃん、恥ずかしい。いや、ちゃんと紹介しないと。あえなく殺されたって言ったら私がダメ盗賊みたいじゃん。まあ実際死んじゃってるから。違うもん、あの怨霊ほんとやばいんだから。あいつ何してんだって。お前いたのか、どこ行ってたんだ。いや、それがカーラの姉子の水晶玉探してたら迷子になっちまって。その件とっくに終わってるぞ。ま、こんなところで立ち話もなんですし、あの館でゆっくりお話をしましょう。今日は冷えるもんね。幽霊だけにですか？待て待て待て。何ですか？私たちはこれからあの館でお題の書かれたサイコロを振って、そのお題に沿ったご機嫌トークを。ドキュンズキュン胸打ちトークを。やかましい。え、ガールズトークに混ざりたいと？30男がついてこれるの？なんで俺の年知ってじゃなくて、いや、あの館やばいんだろ。何普通に入ろうとしてんだよ。そいつからしっかり話を聞いて対策を。ははん、ひょっとして。ほん、嘘。なんだよ、言っておくが別にビビって。ははん、ちゃんと喋れ。言っとくがビビってるわけじゃないからな、本当に。良いのです、誰しも苦手なものはあります。ましてや怨霊など、いわば死を意味するもの。聖あるものにとって死とは恐怖そのものですから。だから違うっつってんだろう。ではここで問題です。ででん。あ、そんな怨霊の天敵ともいえる聖なる加護を受け、どこか儚げな眼差し、守ってあげたくなるような銀髪褐色麗しい聖職者は誰だ。ヒュー。